皆さん、こんにちは。30日から甲子園で行われている阪神対巨人の伝統の一戦。しかし巨人は先日の試合で敗れてしまい、カード負け越しが決定していました。なんとか1勝はしたい巨人でしたが、1日の試合でも勝つことができず、カード3連敗を記録、痛い敗戦となったのですが、さらに試合中にまさかのアクシデントが発生。なんと大城卓選手が死球を受けて交代したのです。先日の試合では巨人の平内投手が危険なボールを投げたとして大荒れしていたのですが、その次の日にこれなので、ファンの間でまたもや大荒れとなっています。一部では報復なのではとも言われているこの件、果たして真相はどうなのでしょうか。また大城選手は大丈夫なのでしょうか。今回は大城選手の状態や報復なのかについてご紹介していきます。後半戦最初の伝統の一戦に挑んでいた巨人でしたが、巨阪神相手に2日連続の今季ワーストタイとなる9失点で敗れ、5連勝後に3連敗を記録することとなりました。巨人の同一カード3連敗は今季5度目で、阪神戦は初めて、試合後に広島が勝ったため7月21日に浮上していた首位を陥落する事態にもなっています。この日5月24日の阪神戦、甲子園でノーヒットノーランを達成した右腕エース戸郷投手が、それ以来となる阪神戦に同じ甲子園で先発登板。だがその戸郷投手が初回に2安打2四球で2点先制を許すと、3回に1点、5回には3点を失って、まさかの5回8安打5四球で6失点 KO されることに。打線は昨季から1点も取れていない相手、先発右腕ビーズリー投手に5回1失まで完全投球に封じられ、ゼロ更新が続きます。それでも5回1失から大城卓選手と泉口選手の連打で作ったチャンスに、岸田選手のショートゴロで1点返し、6回には代打オコエ選手のバックスクリーンへ飛び込む今季1号でもう1点ですが、2-6で迎えた6回に2番手沢中川投手が先頭近本選手を四球で塁に出してから3安打を浴びて2点を失い、8回には4番手は船挟投手が佐藤輝明選手に一発を浴びて2日連続で今季ワーストタイの9失点となりました。ここまで奮闘を続けてきた巨人投手陣はこの3連戦で5失点9失点9失点と計23失点戸郷投手は赤星投手と並んでチームワーストの今季6敗目7勝、チームも最大11あった貯金が8に減り、首位も陥落、痛い敗戦となりました。ただこの試合、負けるだけでなくそれ以上に痛いアクシデントが発生することとなり、大きな話題となっています。それが大城卓選手の離脱です。この日5番1塁で先発出場していた大城選手、事件は2対8で迎えた7回に発生します。この回先頭で打席を迎えた大城選手、しかしカウント1-0からの2球目、この回からマウンドに上がった岩貞投手の投球を右脇腹に受けてしまい、その場で倒れ込んでしまったのです。苦悶の表情を浮かべながらその場で立ち上がることができず、超満員の甲子園は騒然、トレーナーらに肩を支えられながらベンチへと下がると、代走若林選手が送られて途中交代しました。大城選手は今季開幕から23試合に出場したところで打率.188と不振に苦しみ、5月8日にリフレッシュを兼ねて2軍調整となっていましたが、その後5月31日に1軍に合流すると、6月6日の千葉ロッテマリーンズ戦で西野雄士投手から第1号となる3点本塁打を放つなど復調。7月は打率.328本塁打1打点 8OPS.901 と絶好調で、後半戦に入っても好調を維持しており、この日も得点につながる安打を放っていました。今日のように5番で出場することが増えており、巨人打線を支える活躍を見せていました。その中でこの四球、もし離脱となれば大きな痛手となります。果たして大城選手は大丈夫なのでしょうか。結論から言うと離脱の可能性は高いと言えます。場所が肋骨付近だったこと、しばらく起き上がれなかったことから肋骨骨折の可能性もありますし、もし骨折なら長期離脱は免れません。もし骨折となった場合、範囲にもよりますが全治1ヶ月から3ヶ月かかると言われています。もし1ヶ月となれば
シーズン中の復帰はギリギリいけますが、それ以上となった場合、今季の復帰は絶望的となります。巨人にとってはここからが勝負の月でしたので、1ヶ月だけでも相当きついのですが、今季の復帰不可能となれば、 CS や日本シリーズなど加味してもかなり痛手ですし、なんとか軽傷であってほしいところ。もっとも骨折以外では打撲の可能性もありますし、必ずしも長期離脱とは限りません。打撲の場合は少し試合を休むことにはなりますが、今月中に復帰は可能ですし、ファンとしてはそちらがありがたいところ。今後どうするのか注目が集まりそうですね。さて、支給によって主力選手が交代することとなった巨人、当然ながら SNS でファン同士が争うなど荒れた事態となっています。ただこの大荒れは支給だけではなく、昨日の試合で起きたある事件も関係していると思われます。それが巨人平内投手が阪神森下選手にビーンボールを投げたことです。4点リードの7回、西に三塁での場面で起きたこの事件、打席には森下選手が入り、マウンドには平内投手が、そしてカウント0-1からの2球目、平内投手の投じた直球が森下選手の顔面付近を襲ったのです。のけぞるように倒れ、間一髪でかわした森下選手、しかしさすがに頭にきたのでしょう。温厚な森下選手が思わずにらみつけるほど危険な1球。さらに続く3球目も森下選手の内角高めをついたため、聖地の虎塔から怒号が降り注ぎ、森下選手もさっき満々の顔をすることに。その森下選手は4球目の外角低めを引っ張り、ショートゴロ内野安打としました。3走島田選手が生還し、さらに1点を追加点。1塁を駆け抜けた森下選手は雄たけびを上げました。2球連続危険なボールを与え、一触即発ムードとなってしまった甲子園。これには阪神岡田監督もおかんむりのようで、この件について質問されると、え、情けないの、巨人もな、情けないと思ったわ、俺はあのノーツー、ツーボールからスライダーでストライク取って、なんか笑うてる姿見たら情けないね、伝統の一戦にならんよ、はっきり言うてほんまとコメント。この件で SNS は大荒れしており、大きな話題となっていました。この事件の次の日にこの支給なので、再び SNS は大荒れすることに。しかも報復支給なのではないかと言われるなど話題になっています。実際のところ報復だったのでしょうか。結論から言うと違うと思います。理由として、大城選手を狙う必要性が皆無なこと、状況的に支給を与える場面でなかったからです。まず報復の場合、おそらく昨日リードしていた捕手岸田選手に行くと思います。この日も岸田選手はスタメンでしたし、大城選手が狙われる意味が分かりません。しかも大量リードしている7回に先頭の選手に投げる意味も分かりません。下手すれば自分の首を絞めることになるので、報復とは言えないでしょう。この支給を与えた投手は岩貞投手でした。実は岩貞投手、この日が今季初登板であり、おそらく手元が狂ったのでしょう。見ている感じ思いっきりボールが抜けていますし、完全なる事故。そもそも報復なら足元を狙うのが暗黙の了解なので、それら全てを加味すればただの事故と言えます。とはいえ支給を与えたのは事実ですし、昨日の今日なので荒れるのは仕方ありません。大城選手の状態次第ではしばらくは遺恨が残ることとなるかもしれませんが、普通の試合と同時に別の部分で戦いの火蓋が落とされてしまった巨人と阪神、果たして今後どうなっていくのでしょうか。注目ですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。